グラデーションの綺麗な紫陽花がとっても簡単な折り方でできます。5cm×5cm の折り紙はコメント欄からダウンロードして A4 サイズにプリントアウトしてお使いください。花の折り方はとっても簡単、たった7回で折れてしまいます。これをたくさん作ります。そして真ん中に丸を貼ります。丸はお花紙かティッシュペーパーを使ってください。4分の1に咲きますが、ティッシュペーパーの場合は2枚重ねになっているので剥がして1枚ずつにしておきましょう。軽く握って細くしたら1センチ5ミリぐらいの長さに切っていきます。指先に水のりをつけて転がすようにして丸めていくと小さい丸の出来上がりです。これをたくさん作りましょう。先ほど折った花の真ん中にボンドで貼っていきます。完全に乾いたら土台に貼っていきます。土台は花より一回り小さく作ります。ボール紙を切ってそこに丸めたお花紙を2枚水のりで貼ります。裏返してもう1枚のお花紙で包みます。ここに周りからお花を貼っていきます。隙間なく重なるように貼りましょう。葉っぱは画用紙で作ります。型紙があった方が作りやすいです。型紙と画用紙を重ねたらホッチキスで留めて形の通りに切り、型紙を外さず葉脈に沿って折っていきます。これで完成です。葉っぱと組み合わせで貼りましょう。早送りの部分の詳しい動画もありますのでコメント欄をご覧ください。